佐藤祐樹、佐藤祐樹、佐藤祐樹、1986年11月26日台は、日本の陸上競技選手。専門は、中、長距離種目。静岡県寸東郡清水町出身。佐久町聖高等学校、東海大学卒業。日清食品グループ所属。第30回オリンピック競技大会日本代表。 身長 178cm、体重 59kg。中学時代より出場した各種目の記録を塗り替え、箱根駅伝では3年連続区間新記録を樹立するなど活躍した。全国都道府県対抗男子駅伝では長野県代表選手として5度優勝を飾っている。2009年4月には1万メートル日本歴代3位と、 なる27分38秒25、2010年7月には3000メートル2本、歴代2位となる7分44秒63、2013年7月には5000メートル2本、歴代3位となる13分13秒60をマークした。日本陸上競技選手権大会は2011年の第95回大会以降1万メートルで4連覇を達成した。 世界陸上競技選手権大会は第13回大会と第14回大会の2大会連続で日本代表に選出された。小学6年生の頃に陸上クラブに加入、陸上競技を始めた。小学時代に水泳のジュニアオリンピックに出場している。2001年の中学3年時、 第56回国民体育大会男子少年 B3000 メートルで8分24秒24の非中学新記録を受立した。中学生による8分20秒台の記録は日本人初めての快挙であった。中学卒業後は、諸角速監督が率いる高校駅伝の新高校、佐久長聖高等学校に進学する。2002年、 高校一年の時にインターハイ1500メートルで10位に入った。12月1日の日体大長距離競技会5000メートルで14分06秒99の高一歴代最高記録を残した。暮れの全国高校駅伝は3区を走り、2人を抜いた。佐久長聖高校は7位となった。2003年、高校2年時のインターハイは1500メートル8位、5000メートル9位に、 入った。上位入賞者には、ジョセファト・ダビリア、サムエル・ワンジルラ外国人留学生と、上野祐一郎らがいた。地元、静岡県で開催された第58回、国民体育大会の少年 A5000 メートルでは、高校2年歴代4位、当時となる14分で2秒82を記録して、日本人トップの2位に入っている。12月の全国高校駅伝で、佐藤は4区を走り、 22分44秒の区間新記録を樹立して、上野祐一郎らとともに、佐久長聖高校を準優勝に導いた。2004年、高校3年時になると、仙台育英高校の佐藤秀和と共に、ダブル佐藤と呼ばれ、高校長距離界を席巻。インターハイは1500メートルこそ積極策が裏目に、出て3分49秒86で5位、日本人4位に沈むものの、 5000メートルではそれまで多くの日本人トップ選手が勝負できずにいた留学生と互角に渡り合った末13分45秒23と当時の高校記録13分44秒91に迫る日本人トップの2位になる11月27日の日体大長距離競技会1万メートルでは28分07秒39を記録し上野雄一郎が持つ 従来の高校記録を20秒00更新した。高校時代の自己記録は5000メートル13分45秒23。高校歴代3位1万メートル8分07秒39。高校歴代1位。生徒、出身高校が同じ佐藤清二は血縁関係にない。2005年、東海大学に進学。ルーキーイヤーから日本インカレー1万メートルで優勝を飾り。 トルコイズミルで行われたユニバーシアード1万メートル4位入賞。第17回出雲駅伝では2区区間賞を獲得、東海大学の大会優勝に貢献した。11月の国際千葉駅伝2区1 0トルでマーティン・マッサシやリンケサ・アベベと戦い、区間2位の27分52秒で走っている。第82回箱根駅伝では8人抜きの走りを見せ、 小林聖官の持つ三区間記録を大幅に更新した。2006年4月の兵庫リレーカーニバル1万メートルで実業団の選手に大差をつけて日本人トップに入ると続く関東インカレ、日本インカレでも上位に入った。ヨーロッパ遠征中の8月30日にはイタリアでロベレート国際5000メートルに出場し日本歴代6位、学生3位。 当時となる13分23秒57を記録した。2007年の第83回箱根駅伝では大方の予想を覆して1区に登場。6号橋付近で足にアクシデントが起きたが2位に4分01秒の差をつけて区間賞を獲得。1時間01分06秒を記録して渡辺康幸が持つ区間記録を更新2年連続で区間新記録を受立した。 山登りの5区で区間記録を塗り替えた今井正人と共に金栗四43倍最優秀選手賞を受賞した。なお、区間2位とのタイム差が4分以上となったのは、1区では第23回、1947年の後藤、秀夫以来60年ぶり、全体では第52回、1976年5区の大久保、初尾以来31年ぶりのことであった。 2007年10月には、第19回出雲駅伝で、東海大学の大会3連覇に貢献した後、静岡県庁距離記録会1万メートルで地震発の27分台となる27分51秒65を記録し、北京五輪の参加標準記録 B を突破した。2007年10月には、第19回出雲駅伝で、東海大学の大会3連覇に貢献した後、 静岡県庁距離記録会1万メートルで地震発の27分台となる27分51秒65を記録し、北京五輪の参加標準記録 B を突破した。2008年の第84回箱根駅伝では7区に登場。前年同様に足に軽いアクシデントが発生したものの1時間零2分35秒で、史上3人目の1年時からの3年連続区間新記録を 達成した。3年とも別区間での1年時からの区間新記録は31から33回大会で達成した。佐藤光信以来2人目、2年時からを含めた3年連続区間新記録は今井正人以来史上6人目となった。2008年は春先から体調不良、また右ふくらはぎや股関節など重なる故障の影響で苦しんでいたが、10月の第20回、 出雲駅伝5日後の第85回箱根駅伝予選会には連続して出場した。2009年の第85回箱根駅伝には3区で出場し、自身の持つ区間記録更新と4年連続となる区間記録の更新が期待された。自身が1年時に樹立した記録に6秒届かなかったが、同区で13人抜きを記録し、区間2位と奮闘した。 3区での13人抜きは最もごぼう抜きの起きやすい肉以外での最多記録となった。2009年、日清食品グループに入社。アメリカ遠征中の4月24日にハミルトン招待1万メートルに出場し、日本歴代3位となる27分38秒25を記録して、世界陸上競技選手権大会ベルリン大会1万メートルの3標準記録へを突破した。 この合同大会の代表選考会を兼ねた第93回日本選手権1万メートルに出場したが、8位となり日本代表選出は果たせなかった。第50回東日本実業団駅伝では2区を走り区間賞を獲得、日清食品グループは同大会優勝を飾った。2010年元旦の第54回全日本実業団駅伝では3区に出場。 ガトゥニゲディオンからタスキを受けると3人を抜いて先頭に立つ活躍を見せ、区間賞も獲得。日清食品グループの同体開発優勝に貢献した。10年連続10回目の出場となった第15回全国都道府県対抗男子駅伝では、後方でタスキを受ける厳しい展開の中10人抜きの走りを見せ、区間賞を獲得、優秀選手に選出された。 2011年5月、カーディナル招待で27分59秒60を記録して、世界陸上競技選手権テグ大会1万メートルの参加標準記録 B を突破。続いて、東日本実業団選手権1500メートルに出場して自己記録を更新した。6月10日、第95回日本選手権1万メートルに出場、先頭集団広報でレースを進め、 ラスト一周を切って終盤に差し掛かると一気にスパートし後輩の村沢明信をかわして優勝を飾った。6月12日行われた5000メートルでも2位に入った。日本選手権の結果を受けて佐藤は第19回アジア選手権と地震初の世界陸上テグ大会の日本代表に選出された。7月渡辺和也。 鎧坂哲也と共に5000メートルに出場。バーレンゼーン勢と戦闘集団を形成。終盤にアレムベケレゲブレをかわしデジュネレガサムトゥーマーに次ぐ2位に入った。2011年8月28日に開催された世界陸上テグ大会1万メートル決勝では、中盤に集団から遅れを取り始め、8000メートル付近で周回遅れとなり15位に終わった。 2013年2月、東京マラソン2013で、初マラソンに挑戦するも、終盤失速し、2時間16分31秒で31位に終わった。2015年2月、2年ぶり2度目のフルマラソンとなる、東京マラソン2015に出場するも、事前インフルエンザによる調整不足が響いて 28km 過ぎで、先頭集団から脱落、自己記録は、 約2分更新したが2時間14分15秒の20位に止まった。以降もフルマラソンでは不振が続いていたが2018年2月の東京マラソン 2018MGC シリーズ第4弾2020年東京オリンピック男子マラソン選考会ではレース序盤からハイベースの先頭争いにはついていかず後方の第3集団で待機する3 2トル過ぎから 日本人3位争いのデッドヒートとなり、ゴール直前では宮城千尋や山本健二らとわずかに及ばなったが、総合8位、日本男子6着ながら、自身初のサブ点2時間10分未満を達成、自己ベスト記録の2時間8分58秒の好タイムでフィニッシュ。この結果でマラソングランドチャンピオンシップ出場権を獲得した同大会で総合2位。 日本人トップの設楽ー太が2時間6分11秒をマークし、従来の男子マラソン、日本記録を5秒更新。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。